に乾杯。乾杯。ありがとうございます。楽しんでください。ありがとうございます。お疲れしました。乾杯。乾杯。楽しんでください。ありがとうございます。お疲れしました。中島えりかです。イケコンのスタッフとして、初回の昨年の11月から第1回の方からスタッフとして参加して、もう第5回目を迎えましてイコンですけれども、今日はスタッフそうみんなで、池袋の掃除をしております。じゃあゴミ拾いスタートです。じゃあちょっと聞いてみます。ひなちゃん。ひなごゆうこです。池袋で生まれ育って29年でございます。池袋はクリーンな街だということをアピールしたいと思います。お願いします。渡辺ゆうこです。渡辺ゆうこさん、はい、今初参加なのでどんな仕事とかを知り、友達も仲間もたくさん作り、エネルギーをもらって帰ろうと思います。もともとの古い友人で田村くんという子がいて、彼から紹介でスタッフの話をもいただきまして参加させてもらいました。楽しいですか、イケコン。楽しいです。はい、まず人との出会いを大切にしてより多くのカップルが誕生できるようにスタッフとして頑張ります。はい、なんかすごいいいこと言われちゃったね。楽しめればいいかなと。はい、結婚始まって1年だと思うんですけど、最初からそうです。参加していただいています。はいはい、やっぱいろんな出会いがあるので、スタッフもそうですし、お客様も多分あるので、それはすごく全員に共通していることかなと思います。あ、もしかしてお掃除を手伝っていただいてる感じですか。はい、そうです。はい、楽しみたいと思います。はい、初めてなんで場の雰囲気を楽しみたいです。ありがとうございます。まあ、今日は、まあ、町活性化といろんな出会いがでお膳立てできたらいいなと思って。なるほど。あ、五十嵐恵子です。あ、はい、大江真奈美です。ここはもういいよ。皆さんいい出会いを。なんかみんなが盛り上がるように頑張ります。よろしくお願いします。イケコンかれこれ3回目ぐらいですね。3回目ぐらいだそうです。はい、もう普段はですね、営業マンさせていただいてます。あ、営業マンさんで、じゃあ普段はバリバリ働いて、土日はイケコンに費やしていただいてるということで。そうですね、その通りです。今日の私も広告会社で営業してます。お、営業マンさんだそうで。はい、じゃあさっちゃんはイケコンは初めてですか。2回目です。お、2回目だそうです。はい、最初のきっかけなんかはありますか。ヤマト君といた運動会が一番最初にヤマト君と出会ったのです。代表の貝原がいろいろ集客しているそうで。友達がマチコンがすごい楽しいって噂を聞いて。あ、はいはい、あ、スタッフってことですか。あ、スタッフも楽しかったよっていうのと、マチコン自体も楽しかったっていうのと、それで今日は来ていただいたということ。はい。こういうみんなで、イベント参加することによって、でたくさんの人と知り合えたり、で一つのことに向かって、みんなで一生懸命なれるっていうのはもうそれに尽きると思います。楽しく明るく盛り上げていければいいなと。なるほど。マイコ、私も楽しく明るく盛り上げていければいいなこんな感じになってます。普段はパーテーションで全部タック切ってあるんで個室になってるんですけど、みんな楽しそうで、まあ、今出てる料理は唐揚げと塩キャベツと枝豆ともつ鍋だけなんですけど、はい、こちらがもつ鍋になってます。特徴ですか、これ味噌は最強味噌使ってまして、でもつもうちで仕込んでるやつなんでとっても美味しいです。はい、あ、いや全然大丈夫。乾杯。こんな感じです。まあ、あ、もつどうでしたか。美味しかったです。美味しかった。美味しかったですか。美味しかったです。ありがとうございます。まあ、この亀をつけたドキドキした空間とマッチしてて、もうドキドキ感がマックスです。どうでした。
いや、本当これのおかげで。あ、なんか新鮮です。楽しくて幸せってことですか。どうですか、この仮面をつけた空間っていうのは。ちょっと初めての経験ですが、面白いです。本当ですか。私が担当するお店はスペイン料理のガポというお店です。中は結構賑わってます。お店の特徴は、まあ、スペインバルがテーマなので、まあ、基本的には気軽に、まあ、スペイン料理とワインを楽しんでいただければいいお店ですね。また作ってるんですけれども、一番人気ですぐなくなってしまうんですけども、マッシュルームのオイル煮というものが一番出てますね、はい。パルカさんです。ドライカレーが推しのお店です。雰囲気はいい感じの照明の暗いお店になってます。中を見ていきましょう。ドライカレーの特徴、パーティーだけでしか出してません。父ちゃんとアミューズメントバーのパルカさんです。とお店の中には3台の大きなスクリーンがあって、あのお店のテーマに合わせたムービーが流れています。ここがロコズキッチンです。ハワイアンなお店になって、ロコモコとか、これもあのハワイ料理の、一つなんですけども、もちこチキンといって、もち粉、もちの粉で、鶏を、揚げた、まあ、唐揚げですね。で一番奥から粗挽きウインナーの秋色のソテーと、その隣がトルティーヤチップスで、先ほど、紹介があったスパイシーモチコチキンでサラダですね。こちらはセントポールさんです。そう、チキンとソーセージ、あとシーザーサラダと、あとスコーンをお出ししています。これは何ですか。あ、こちらが先ほど申しました料理で、こちらチキン、ソーセージ、スコーン、シーザーサラダと。あ、こちら4人前でございます。甘くて美味しかったです。ダイニングバーのアジュールさんです。お客様来ました。いらっしゃいませ。おすすめはペンネです。鶏の唐揚げの地鶏ですね。ここは千葉の地鶏を使ってますので、はい、食感がすごく美味しいと思いますよ、はい。でこれは自家製の、ひき肉の、なんだろう、ソースなんですけど、ここですね、今終わったばっかりで、今からこう各々飲みに行かれるお客様ですとか、企画したアフターパーティーの方に行かれるお客様で、いっぱい盛り上がっております。私は希望の星という、まあ、小さな、もう16名ほどしか入らない小さなお店の担当をしたんですけれども、まあ、いつもはちょっとどちらかというと年齢層が高めのお客さんが、マスターと楽しくおしゃべりをするお店なんですが、今回は若者たちがいっぱい来てくれて、車が通ります。見てください、車が通るのもやっとなほどにですね、もうお客さんがいっぱい来ていて、もうニハオシャツダイケコンアジアンストリートシー4月10日ファインニメン。次回のイケコンアジアンストリートは11月11日日曜日です。第6回イケコンは12月16日日曜日です。お待ちしてます。お待ちしてます。